労働中。あ、お花。あ、ファメ。ヨッシーのモードを選んでください。いつも、というか、パタパタヨッシーがデフォルトで選択されてるけど、これ間違えて、要はイージーモードですよね。こっち選ぶ人続出しそうじゃね？そんなことね。まあ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 。皆さんどうも、こんにちは。ムーポンです。初めましての方は、初めまして。引き続き、見てくださってる方は、このシリーズでもよろしくお願いします。で、今日、クラフトワールドの発売日なんですけど、前回ね、ウールワールドを、まあ、ちょっとね、やってたんで、まあ、ゲームに慣れた人におすすめのモード、いつものヨッシーで今回はやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、いつでも切り替えることができるよと。お？ああ、かわいい島。全部工作の世界なんですよね。段ボールとか。え？あ、ここはヨッシーたちの住む島。島のてっぺんには願い叶え太陽がありました。あー、願い叶え太陽。願望。太陽には願いを叶える不思議な力があるそうです。ああ、そうなんや。ある日のこと、あら。あれかな？すごいお願いを。おっとよいつもの二人、太陽の噂を聞いたベビークッパとカメックがやってきました。その太陽、僕に横すねちゅー。いやー、ほんま、ウールワールドの時ね、もうなんか悪いことしなければいいのにみたいな、そんな感じになってたのに。早速好き勝手してるよ、ちょっと。ああ、もう太陽もびっくりしてる。え？そういう持っていき方？ちょっと待って。いや、しかしこれは数で言うとこっちの方が有利だと。カメックの重力どうなってんねん、あれ。この人数を持ち上げれるほどのパワーなんか。ああ、太陽も。うーえ。あら？ああ、バラバラになった。飛んでっちゃったよ。おー、各地に点々と。あれは回収して帰るとそういう感じかな。あ、目が覚めると見たことのない森の中、ヨッシーたちは迷子です。お？ねえ、取れちゃったよ。もうなんか顔が疲れきってる。大変、ビーズがありません。願い叶え太陽もなんだか元気がないようです。なんかしょぼーんってしてるね。どうしよう。ビーズを探さないと。うん。ねえ。探したら元気になるかな、また。お？何そんな布みたいな見つけて。お？転がってったけど、キラキラしてる。道ができたの？この先に進めば、ビーズについて何かわかるだろうか。誰が調べに行くか、ヨッシーたちは相談して決めることにしました。もうみんなで行こうよ。お、え、何人で行こう。できれば2人が良かったんですけど、今回ちょっとね、1人なんで、1人で行きましょうか。どのヨッシーが行く？あー、好きな色を選べと。じゃあね、紫にしようかな、今回。準備はいい？え、これって後で変えれるんかな？変えれないのかな？ちょっと待って。考え直す。だったら、黄色でいきますよ。よし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 。ルンルンしてるぞ。まあ、紫もね、他の色もルンルンしてるんですけど、今回はちょっとね、黄色でいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。かわいいよね。他のみんなはここで太陽を守ることにしました。これで安心。おお、さあ、ビーズ探しの旅に出発ですと。みんなここで待機してるんや。太陽は元気がないみたいでちゅね。どうやらビーズがないと願いを叶える力が出ないようですね。きっとそうでちゅ。ヨッシーたちより先にビーズを見つけまちゅよ。彼らもビーズを探しに行くと。取り合いか。取られちゃったらどうすんのやろ。取り返すんかな。おで、ワールドマップなのかなこれは。あ、トレインランド、旅立ち、汽車の街。やっていきましょうか。ね。全体マップとかも見れるの。へえ。ただ、右の方とかは、まだ行けないから見れないと、そういう感じなのかな。まあ、早速なんでね、やっていきましょうか。なんか、ハートとか、いろいろ左上に情報が出てるんですけど、まだ今んとこね、その辺の説明がないので、まあまあまあ普通にね、ここはもう、見たものを純粋にね、楽しんでいきましょう。おそらく収集要素とかなんだと思うんですけどね、スペシャルコース出したりとか。おー、いいね。後ろに汽車が走ってるよ。で、コインが、あ、食べちゃった。普通にジャンプと間違えて食べるを押してしまったんですけど、後ろの汽車は消えちゃったね。あー、でパックンがパクパクしてるんで気になるんですけど、おっと操作感がちょっと違うような気がする。ちょっと待って、こんなんだっけ、こんなんっていうかこっちだっけ、ボタン配置。まあ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 、その辺はちょっと慣れでなんとかなっていきましょうと。で、お得な掲示板、踏ん張りジャンプ A を押し続けるとしばらく浮かんでいられるよと。うん、あ、押せって出てますね。はうーって、結構あれですね、なんか今回のヨッシーはちょっとお腹が重たそうですよね。全体バランスで言うと体がちょっと大きいような感じがするんですけど、そういう多分バランスなのかな。で、フラワーを早速1個取ってしまって、で、何これ、お、紙コップでできてる。これ、工作の世界。なんかね、ドラえもんとかでガリバートンネルがあったんですけど、それみたいな感じがするんですけど、あんまでも他の作品は出さない方が良さそう。で、今の倒しちゃったんですけど、右って書いてる。ヘイホーがいるけど、何してんのあれ。これって手前とかも狙えたり、するね、するね、するね、マジ？これで今隠れてたんですけどみたいな真顔なのやめてもらっていいですか。何なのあの兵法。なんかいっぱいコインがもらえたからそれがいいことだよっていう感じなのかな。で、あ、段ボールでできた橋いいね。で、汽車がこの間を抜けていったと。これはもうあれですよ、旅の思い出スポット間違いなしですね。ね、なんかこういう映えるスポットいいですね。で、卵を作ろうと。うん、ここで、あ、ヘイホさんがいっぱい出てくるんで、待ちましょうか。もうこの、下連打ですぐ食べるの構えでね、ちょっと待ち構えて、元気にね、食べていきたいんですけど、僕ちょっと1個気になったことがあって、試させてもらっていいですか。なんか今回、ステージのなんか奥とか手前とかにいろいろ隠れてるっていうのが、まあ、前もって情報で出てたんですけど、ああ、隠れてる兵法を倒したところで意味はないんか。なんか無意味な暴力を振るってしまったような気分で、ちょっと申し訳なくなっていくんですけど、まあ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 、見なかったことにしましょう。で、卵を投げようと。あ、R じゃなくて、×でも卵かそれが出るんか。で、狙いをつけて投げようと。これって、この間って歩くことできへんのか。あー、なるほど。だから、もう、この間はもう投げることに集中してくださいと。これ、パックンのところになんかあったよな、絶対。そんなことない。ウールワールド並みの、なんか、隠し要素能力を備えてると見たら、多分なんかあのパックンにはなんかあったんやろなっていう感じはするんですけど、え？何今のおっきいフラワー。あー、ちゃうわ、手前やったんか。なるほどね。だから大きく見えたと。で、何あのプレゼントボックスみたいな。当ててみようぜ。わー、コインいっぱいくれる。で、牛さん？ごめんよ。僕と出会ったのが最後。もう、運の尽きだったようですね。で、そっちも倒すと。おー。あ、奥に投げよう。奥にも投げられるよ。で、狙いをつけて投げてみようと。これ、奥とか上とかの、なんか、向きの操作が結構難しいような感じがするんですけど、まあ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 、慣れなんですかね。で、さっきのパックンのところに隠しがあるのではないかっていう風にちょっと疑ってたんですけど、特にそんなことはなく、あれですね、普通に順調に次のフラワーもらえたんで、まあ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 、よしよしって感じなんですかね。まあ、最初のステージはちょっと優しめにできているのかな、おそらく。で、コインを集めると。これあれですよね、多分コインを集めると、なんかガチャガチャみたいなのができるよっていうのを、任天堂のね、ムービーで見たような記憶があるんで、なんかそういう収集要素、まあ全部できるかはわかんないんですけど、できるだけちょっとね、やっていきたいなと思いますので。で、グラグラしてる。あー。これ CM で見たぞ。ここぶつけるとパチンってなるんですよね。やったぜ。これで橋ができて渡れると。いいね。で、何この箱。いっぱいコインくれた。やったぜ。なんかよくわかんない。なんかよくわかんない。ぶつけれなさそうね。おー。じゃあキャンセルしていきましょうか。あっ、カメック。ヨッシーちゃん、あんたには水を集めさせないよ。この先、行けなくしてやる。え、ちょっと待って。何をするつもりだ。はあ、はあ、ばらけた。え、ああ、なるほど。機関車のパーツを見つけないと、この先には行けないよ。うわ、それ、あれやで。JR とかでそんなことしたら、とんでもねえ損害賠償が発生するのに、なんてひどいことをするんや。あー、なんかこんな形の3つあるのを集めてこいよと出てますね。ぶつけれなさそう。これはちょっと待てよ。一旦キャンセルして、食べる。で、玉補充して、で、なんか、穴が開いてるけど、この中に卵をぶち込めるんかな。そんなことはなかった。特になんもなかったね。まあ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 、なんもないやつもあんのか。で、ちょっとコントロールが今のところ不安要素ではあるんですけど、で、何気にあれなんですよね。今回、ウールワールドと違って奥行きもあるのが、結構ね、ステージのギミックの幅が広がってきそうなところではありますよね。で、おー、いっぱい出たね。で、あ、特にこの壁はぶつけてもなんもないのかな。そんなことないよな。ちょっと待って。ここ、あれ、飛ばないか。でもなんか右にありますよね。ああ、こっちはこっちで、奥狙えと。そういうわけですか。あー、これはすまんね。コインだけいただきましょうか。で、ね、食べて、で、奥にまた、ヘイホーがうろうろしてるんで、ぶつけていくと、よーし、1キル。あ、ただ、卵があんまりポイポイ投げると、なくなってしまうんで、ちょっと、お！あるね、パーツ。牛乳パックかな、これは。なんだいっていうか、ああ、後ろついてくんねや。へえ、すごい。なんか、ね、鍵とかと同じ扱いなんですね。で、多分折り返しやと思うんですけど、パックン倒して、南ルートへと。おー、いいね。あそこになんかカンカンがあるけど、あれどうすんの？ここぶち破れるとか？お！なんか開いたね。お家ぶっ壊したよ。もうこんなん、訴訟ですよ、訴訟。もう怒られるわ、あんな勝手に家壊したら。かわいそうね、ヘイホー住んでたの。まあ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 。とはいえ、これもね、電車をね、救うためでもあるんで、そこはね、もう我慢してもらいたいと。で、奥にフラワーが見えますけど、お、開いたね、開いたね、フラワー獲得。で、ここ真ん中が繋がると。あー、なるほど。で、あそこ、兵法さんが、蝶々をめでてたんで、めでたく破壊と。ひどいね。我ながらひどいとは思うよ。ひどいとは思うんだけど、そういうルールなんだ。ごめんよ、ごめんよ。君も別に倒したくて倒してるわけじゃないんだ。ただ、そこにね、コインがあったから、倒さざるを得ないと。そういうわけなんですよ。で、あ、並んでるけど、これ、ちょっと待ってよ。あ、なんか卵の色が変わったね。関係あんのかな。ちょっと待ってよ。これ、持ち替えて、あー、なるほどね。赤い卵は赤い卵で、ぶつけた時におまけが出てくると。そういう感じなんですね。なんで、卵のカラーによって、例えば黄色やったら多分コインとかなのかな。なんか、まあそういうのがあって、で、赤い卵で敵とかにぶつけると、まあそういうね、おまけ的な何かがもらえるよという感じなんですね。で、飲み込む瞬間は下を押してなくても飲み込めるんか。で、一旦帰ってきたんですけど、あ、3つ集まってるんで、ちょ、え？投げれるの？おー、これで、ポイポイして、順番はわかんないけども、あ、記者が完成しましたね。よし、これで、そういえばヨッシーってこれに乗ってどこを目指すつもりだったんでしょうか。まあわかんないんで流れに身を任せましょうか。おー、これ絶対なんか的当てないっすか。そんなことない、そんなことない。なんかおー、なんか倒した。なんか見つけたけどあれが何だったのかはよくわかんない。よくわかんないけども倒したぞ。よし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 。で、記者がぐるりと回って、あー、豊かですね。待って。ああフラワーを逃してしまったと。あー、残念。ここどこ？あー、ゴールですか。うわー、最後の難しかったな。このなんか、奥行きの、なんかね、照準が合ってるかどうかとかが結構難しいから、この操作になれるのが、今回のヨッシーの、最大の鍵ではあるような気がするんですけど、あと1個か、惜しいね。まあ、100ゲットで、20。で、20。おう、なんか、フラワー以外は完璧やったと。そういう感じなのかな。ああ、まあ、こればっかりはね、うん。まあ、緩和されてはいたんですけどね。そこはね。ただし操作が追いつくとは言ってないと。で、とりあえずコースクリアしたんですけど、ガチャガチャがあるね。ガチャのお時間か？何が出るかな？コインを入れて、レバーを回すと、着せ替え工作が出てきます。何が出てくるかは、出てきてからのお楽しみ。ああ、いいね。で、着せ替え工作を手に入れたら、着替える画面で着替えてみよう。おー。じゃあ、コインが今277なんで、まず1回回してみましょうか。レアとかあるんか。引けるといいな、レア。あ、1回で100使うんか。まずは1個。もうこれでスーパーレア引くんだよ、僕。一発で。お、金色でできたで。レアなんじゃね？マジ？やったーってなってる、みんな。ニコニコ。何が出るかな。お、汽車。すごいレア。やったぜ。いいんですか、こんなん。着替えよ、着替えよ。お、敵からの攻撃を、敵からのダメージを何回か防いでくれるぞ。これ？ああ、いいね。番長って感じ。直線番長って感じ。もう、前に出るものを、もう許さないような、そういう感じがね、感じられるんですけど、ウォーターランド。お？元気が出ない。スペシャルフラワーがあればなあげる。スペシャルフラワー。あ、なんか、個数が手持ちにあって、それを使っていくと、なんかメーターが、ああ、エネルギーに変わったと。すごいね。なんか、ガソリンよりもハイテクなんじゃないでしょうか、むしろ。で、今ここを開けるね。ちょっと下がってて。お？え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 ？ああ、カメさんがかわいそう。完全に今、水から持ち上げられましたよな、あれ。あんなんしたらかわいそうだで。まあ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 、ただ先に進むには、そういうこともね、言ってられない事情があるんですよと。まあ、フラワーには変えられない。フラワーの、ビーズには変えられないんでね。で、スペシャルフラワーをもらえたから、元気が出たよと。ね、オイラは、フラワー大好き。クラフトン。おー、なんか工作も大好きそうですね。君は、どうも、ムーポンです。以後よろしくお願いします。よしだね。ムーポンだって。ここで、何をしているの？ビーズ探してるんですよ。へえ、ビーズを探してるんだ。そういえば、さっきキラキラしたものが向こうに飛んでいったけど、それ？あ、多分それ。どこどこ？それだったら確か、この辺に落ちたと思うよ。あー、なるほど。これが多分ワールド1みたいな感じなのかな。で、なんか、東には、レールだけ出てるんで、なんか汽車的なやつで次のワールドに進めると、全部クリアしたら進めるみたいな、そんな感じかな？まあまあまあ、で、そこ。ね、おそらくこのワールドの最後のステージに、まあ落ちたと。で、まあまっすぐ行けばたどり着くはずだよと。ああ、ありがとう。親切ね。ね、早く見つかるといいね。ね。お？で、まあ、この道順のステージが解放されると。なるほどね。さあ、それでは引き続いて、ヨッシークラフトワールド。次のステージが、ウォーターランド。お魚いっぱい、水の中、やっていきましょうか。なんか、この画面でなんか操作ができるとかっていうわけではなく、あ、着替えるができるんか。なるほどね。まあ、とはいえ、今、汽車を装備してるんで、まあ、汽車って水中でどんな動きするんやろ。なんか、ダメそうな感じがするのは僕だけですか。まあ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 。とはいえね、何も着てないよりはさすがに有効なのではないでしょうかと。で、始まって、後ろには何もないね。とはいえ、操作感的には、まあ普通のヨッシーって感じなのか。おー、で、あ、エレベーター降りてきた。潰される。危な。お、食べちゃったよ。吐き出すぞ。これぶつかって帰ってくるよね。ああ、危ない。ああ、なんかでも、甲羅も綺麗ね。すごい。すべすべ。キューティクルが素晴らしいね。で、食べて、上に乗っかっていくと。あ、今の彼、卵に変えてもよかったような気はするんですけど、これ下とかって、なんかあんのかな？へえ、びっくりした。これあれか、落ちてしまった時、下ルートから、帰ってきてくださいと。そういう感じかな。で、なんか降りたがゆえになんか見えてるんで。あ、ハテナがあるね。何そのハテナって。ちょっと待って。今、なんでパタってなったの？あー、かぶってるからあれか、パタってなるのね。で、ハテナが気になるので、まずは、ぶつけてみましょうか。お！メダルがいっぱい。これでガチャが回せるぞ。今日も課金していくぜ。今日も元気に課金して、スーパーレアをね、すごいレアをね、どんどん引いていきたいんですけど、とはいえまあ普通のやつもまだまだいっぱいあると思うんで、その辺も集めていきたいんですけど、ヒップドロップをしよう。おー、ヒップドロップをしよう。おー、へっこんだね。あー、一発でへっこむか。すごいね。今回のヨッシー、なんかパワフルな感じが。せんでもないんですけど、どんどん進めていきましょうよと。で、お魚がスイーってなって、あ、奥にフラワーがあるけど、どうすんのあれ。ちょっと待ってね。彼らを食べて、で、ここヒップドロップする。で、中段からとかかな？下からいける？オッケー、フラワー獲得ですね。で、まあ順当に1個目ですよと。で、そこに、ハテナがあるんですけど、これ、亀でいけるよな。あ、いけるね。いいね、いいね。じゃあ、まあ、卵には、まあ、ストックできる上限に限りもありますし、まあ、どんどん、亀が投げれるなら亀を使っていきたいっていうところであるんですけど、お？あ、1回だけコインくれると。おー。なんかそういう、壊れはしないけども、なんかコインくれるみたいなのもあるんですね。で、ゴロゴロしてる、すごい熊の実かわいいね、ニノみたいなね、ファインディングしてるよ、ファインディング。で、上に乗ると、上ルートでコインをいっぱい取らせてくれると。なるほどね、サンキュー。で、これ、踏んだらあかんかったやつや。あら、まあでも、隠しは見つかったんでね、こういうところはね、収集要素、しっかりと、まあ本来であれば通らない道に大体、ああいうの隠してあるんで、まあ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 、ね、まあ外れルートが一概に外れとは言い切れないっていうあたりはいいですよね。で、おっと、エレベーターが下に巻いてますけど、これでやり過ごしたら全部倒せるくね。よし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 。いいね、いいね。で、お、なんかあるね、やっぱり。隠しがあって、あ、コインがいっぱい見つかると。よし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 。赤コインもなんか普通のコインに紛れてると。で、これ多分中間ポイントなんかな、さっき。なんか知らんけど回復したなと思ったんですけど、多分そうっすよね。今作の中間。まあ、お花。うん、特にぶつけれるわけではないとで、熊の実がいて、何あれ、時計みたいな、お、はあ、なるほど。これを時間内に集めると、フラワーが出てくると。いいね、隠しがあるんですね、そういうのも。で、踏んでしまった、ごめんよまあ踏まなかったら踏まなかったで食べるだけなんで、どっちにしろっていうところもあるにはあるんですけど、まあね、ちょっと申し訳ない気分になってしまうと。で、食べて、で、今6個。で、上トゲトゲあるね。奥のカニさんもとりあえず、あれ、何かにぶつかった。ちょっと待って。何にぶつかったんや。手前の岩みたいなのに当たったのか。阻まれてしまったが、コインを回収していくと。で、フグ。気になるね。ダメか。回収されちゃうね。じゃあ、ね、当たらないように、避けて通っていきましょうと。そういう感じですよね。で、そこ、ちょっと待って。なんか開いてる。ここに甲羅を通すと、お魚の隠しが出てきて赤コインがあるよと。やったぜ。で、食べて、で、奥にプレゼントボックスが見えますね。あれ、当ててみましょうか。そら、僕の目はごまかせないぞ。で、こんなもんかな、当てれるのは。で、また卵を回収していきましょうと。あれって、ビー玉みたいな、でもないのか。ビー玉ってか、特に意味はなさそうね。ならば、あれは置いといて、開けてしまって、で、お、コインがいっぱい、やったぜ。これでまたガチャが回せると。よし。で、ここの杭を潰して、で、カメサンズがいっぱいいるけど、痛いの耐久が減ってしまったよ。ただ本体は痛い。でも、あれっすね、しっかり守ってくれてるんで、5回ぶつけないと大丈夫と。そういう感じなのか。いいね。これ回復は、しないか。まあ、それはしょうがないね。で、食べて、で、待って。間に合ったっていうか、全然余裕でしたみたいな感じなんですけど。で、ビーズを回収と。よし、ビーズちゃんはコインを回収と。で、なんか時間制限みたいなのあるんかなと思って、ちょっと一瞬焦ってしまったんですけど、全然そんなことなかった。どっか消えていってたんかな、あれ外したら。まあ、なんかそういうのも混ざってそうなんで、見つけ次第すぐにぶつけていきたいっていうところではあるんですけど、なんかフラワーあるね。何それ、出てとんの？中間ポイント。で、ハートとかくれて、開くんや。すごい。じゃあ、ここヒップドロップして、危ない。甲羅をぶつけると、全自動で開けていってくれるんで、あとはフラワーも、おー、甲羅で回収できるんか。いいね。今んとこ順調。3つ目まで見落としなく来れてるよ。で、お魚が上がって、下がって、で、上がって、で、下がる。ほー。この、タイミングミスると、まあ、このトゲにぶち当てられちゃうよと。なんで、まあ、うまく見て避けてくださいねと、そういう感じですか。で、なんか高いところ、いけそう、いけそう、いけそう。おっと？なんだこのルートは。新ルート開拓してしまったか？お？ちょっと待って。いろいろすっ飛ばした感があるぞ。ショートカットしすぎでちょっと、なんか来ちゃったねっていう感じがするんですけど、並んでるよ、それ。え、ひでえ。彼らは、やられるために存在したのか、かわいそうになってくるね、あれ。おー、で、ジタバタジタバタとしていると。おー、なるほど。で、なんかこっちは先に進みそうなんで、ちょっと待ってよ。下ルートとか気になるし、多分フラワーが下にあるのかな？なんで、一旦ヒップドロップで下降りる。お、隠しがあるね。隠しっていうか、ハテナがあって、ぶつけていくと。おー、で、あの辺は特に当てれなさそう。あ、特にこっちは何も行かれへんのか。おー、あ、いや、手前がある。よし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 、いいぞ。よく気づいた。で、あの時間のやつは、一旦ちょっと、あ、ここで合流するんか。なるほどね。じゃあ、ねえ、ここでぶつけて。え？あっ。あー、マジか。今の多分、時間内で倒せると、4つ目のフラワーが手に入るとか、そんな感じなんですよね、多分。あー、やられた。で、ここで逆走して、ウェルトに入って、で、ここにたどり着くと、あーしまったな。なんか杭が出てきたけど、なんだろうと思って、なんか最初コインやったじゃないですか。で、またコインが出てくるんかなと思って、ちょっとね、待ってしまったところがあって、結構ね、まあまあまあ、その辺はね、ちょっと徐々に慣れていきたいんですけど、あー、お魚さんが裏でニコニコしてるね。特に、あっちは狙えないか。なるほど。じゃあ、この辺コインを、まあね、回収しながら、次へ進んでいきましょうと。ちょっと高さが足んなかったな。よし、そっちも回収と。で、ゴールかな。あ、ゴールと、汽車がゴールに到着と。よし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 。まあ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 、ちょっとね、杭のやつの、杭は疲れてしまったところではあるんですけど、それ以外はね、案外、なんか裏ルートとかも開拓してしまったりしたんですけど、フラワー4つと。よし。で、コインも100ゲットで4つと。で、ライフも満タンで1個ゲット。よし。で、赤コインも全部か。よし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 。赤コインって20個が上限なんですよね、多分。20個以上あったりすんのかな、ステージに。で、全部パーフェクトで取れてるのか、そうすると。結構順調っすよね。いいぞ、いいぞ。で、次のステージが、解放されると。あー、なるほど。で、ガチャまではちょっとお預けよと。そういう感じですか。あー、なるほど。っていうことは、このなんか、おっきい、なんかこの、なんていうんですか、土台1個に対して、1個だけのステージなんかなって思ってたら、結構あるんですね。なんで、多分8個ぐらいステージ合計であんのかな？で、8個目で、ビーズをようやく獲得することができると。そういう感じなのではないでしょうか。ということで、今回は、まあ、ヨッシークラフトワールド、まあ、初めてで、ちょっとね、卵の操作とかがちょっとね、全然違うところがあったんですけど、なんとかね、無事、楽しくこの世界観をね、満喫できているかなとは思います。まあまあ、結構ね、楽しいですよね。で、またね、明日以降もかな、どんどん更新していければなと思いますので、よかったらまた次回でお会いしましょう。では、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。またね。